震えが止まらないのか。テレポーションシップが投下しているのはガンマ型です。敵の気配です。戦闘に備えろ。さあやった。こいつら弱そうだぞ。あの怪物は侵略生物ガンマ型、十分に注意しろ。転がってくるぞ。撃つな。離れすぎだ。敵戦撃沈。ガンマ型は脅威です。早急にテレポーションシップを破壊する必要があります。敵戦2。隊長、直撃だ。確かに待て。もっと左だ。わかった。あー、まだまだ。当たれ。グッジョブだ。マガジンを交換する。後で衛星兵を呼んでやる。チェンジの敵は見ろよ。カウンセラーな。隊長、連れて帰ってやる。死ぬな。モーションシップ、あと一隻です。聞きたいことがある。エイリアンの戦術は不可解だ。人類がこれまで持ちこたえられたのは、エイリアンが核のような広域破壊兵器を使わなかったからに過ぎない。彼らほどの文明があれば、人類を一撃で吹き飛ばすことも可能だったはずだ。エイリアンは地球を汚染しようとは考えていないようです。怪物の体液には未知の微生物が含まれていました。怪物が死ぬたびに体液が流出し、地球上に微生物を拡散させています。そして微生物には土壌や大気中の汚染物質を分解する力があるのです。環境を浄化するということか。推測に過ぎませんが、怪物は微生物を培養するために生み出されているのかもしれません。つまり人間を襲って繁殖し、多くの微生物を地球上に撒き散らす、それが怪物の役割か。エイリアンは地球を作り変えようとしています。
Shoot up!